あれ今あのステージセット準備中でございます。やだ。ジャッジメントデイ。いやあの待ちに待った今日この一日もみんなで楽しめたらいいなと思っているのでこの色紙も祝ジャッジメントデイということで当ててください。ダメだ、ミスった。これ忘れちゃいけないですよね。はい、本当に、今日この日のために、ね、発表されてから駆け抜けてきたの でいろんな人に支えられながらやってるなっていう実感が本当にスタイリッシュウェブツアーとかでもあったので、ね、そういう人たちに感謝をしながら今日というジャッジメントデイをやっていきたいと思います。怒られるかな。すごいよ、そうそうたるデイブ・ジョーの中にさ、そのサインが入ってます。ステージにやってまいりました。お、今照明チェックが行われております。ステージからこんな感じで広いですな。ここにあと数時間後僕は立つので頑張りたいと思います。もしあのまあ履いたらいいもののやっぱ最高のワンマンになるように、ディオーラも一度頑張りたいと思いますので皆さんの力をどうぞ最後までお貸してください。よろしくお願いします。
今日から帰ってみるんで投げてちょっといっぱい投げるから、キャッチできた人はラッキーなんじゃないかなと思います。あんまりピック投げないんだよ。はい、ですね、もう間もなくです。今は解けない、6時半ぐらいですか。もうあともう少しですね、いよいよこの審判の日が、はい、始まるわけです。意外とあれなんですよね、実はそんな緊張してないんですよ、ね、なんか割とでもあっち行ったりこっち行ったりちょっと落ち着きがない感じではあるんですけど、いい感じに今高まってるんで、はい、楽しみです。ですね、まあここまで本当いろんな方々の力を借りて、本当この日に向かってディオーラ、あとそうですね、事務所のみんなとか組員たちもそうですけど、みんなでここまで向かってきたんですけど、本当にその集大成といいますかね、その全てをステージでもう本当考えずにとにかく全身で楽しめればいいなと思ってますね。それで、まあ、だからってここが決してゴールでもなくて、ここからまたさらに大きな舞台に向かってディオーラが走っていくための一つの通過点なのでね、ここでみんなで、はい、熱いステージにして次につなげていけたらなと思います。ジャッジメントデイということで、リキッドルーム今年の、ね、1月22日に発表して、まあ、8ヶ月ぐらいやってきましたが、うん、すごい迷いがなくて、うん、澄み渡ってる状態です。今まで何度かワンマンはやってきたけど、なんかそのどれとも違う感じ、感覚的に気持ち的になんだけど、うん、なんか頭で考えるよりもなんか本能のままにそういうライブがしたいな、そういうライブになるだろうなと思ってます。今もう6時ぐらい、6時前か、あと1時間ちょいの本番なんですが、今日は軍服なんでね、気合い入れてこの審判の日を楽しみ尽くしたいなと思います。頑張ります。ステージで。